フス派のタテフス派はカトリックの司祭アンフスがチェコで始めた改革派。フ風テンとも呼ばれた。主にチェコとポーランドに勢力を拡大した。フス戦争ではカトリックと戦い、後に和訳が成立し復帰したが、意味合い的にはプロテスタントの先駆けである。フスはパンの秘籍のみならずワインの秘籍にも民衆が預かる西生産を主張し、また、 チェコ語天礼を行い、当時の支配者であるドイツから睨まれ、また、教会の腐敗を批判したため、コンスタンツ公会議に関門され、異端とされた後奮起にされた。当時のボヘミアは、ルクセンブルク家に支配され、ドイツ語が強要されるなどしたため、ボヘミアにおいては、チェコ人の民族運動としての側面が強かった。一方、ポーランド王国にもボヘミアに匹敵する規模の、 ポーランド人フス派信者がいた。ボヘミアと異なりポーランドは伝統の自由主義のもと13世紀から制度的にも宗教的寛容が実現していたためフス派が宗教的理由で迫害されることはなかった。そのためフス戦争の期間も一度に数千人ものチェコ人のフス派が義勇兵としてポーランドの戦争の際ポーランドに味方したり、 これまた一度に数千人ものポーランド人のフス派が、ボヘミアに遠征して、チェコのフス派に味方したりと、互いに連帯して、敵と戦ったのである。ジギスムンと皇帝がボヘミアを相続することになると、ボヘミアのフス派はいよいよ反抗的になり、皇帝は、ボヘミア征服のために十字軍を結成し、フス戦争が、起こった。フス派は、ヤンジしか率いる。 急進的なターボル派を中心として、ジギスムントの十字軍を撃退し、国王の敗位を宣言してフス派のボヘミア国家を事実上実現させた。ヤンジシカの死後、ドイツ遠征も行ったため、ドイツ民衆には最悪のように恐れられた。また、一部のフス派は強盗団同然に不良化し、フス派の味方であるポーランドでさえも村々を渡り歩いて、牢石を働き、 ポーランド民衆から疎まれた。ボヘミアでも、指導者層の腐敗、戦費の調達のための重税による農村の疲弊が問題になっていった。やがてフス派の恩憲派が、急進派を攻め滅ぼし、皇帝と和解して皇帝を国王として認め、バーゼル公会議で、ボヘミアでは、協議が認められ、カトリック教会に復帰した。その後、ポーランドでも取り締まりに乗り出した。 ポーランド王国政府によって鎮圧された。その後、恩恵派は、ボヘミアでカトリックと並存したが、宗教改革が始まると、プロテスタントに接近する。15世紀前半、ボヘミアでのフス派の急進派の消滅後、チェコ人のフス派信仰者のうちの多くは、ポーランド南部に大量亡命した。18世紀終盤に、ポーランド分割により、ポーランド王国が滅亡すると、 フス派の系統の人々は皆、外国による厳しい統治が始まったポーランドからアメリカに渡り、現在もアメリカで広く活動しているモラビア兄弟団などが残っている。彼らはワルドー派など諸派を合流させた。ジョン・ウェスレーなど既存のプロテスタント指導者にもフスの思想の影響を受けた者がいる。また、後の時代には30年戦争が、 このフス戦争を模倣する形で改戦した。なお、ボヘミアのフス派自体は、この30年戦争の初期、1620年の白山の戦いで、プロテスタント系の貴族がハプスブルク家に敗れたことで完全に壊滅した。この時も生き残ったチェコ貴族の多くがポーランドへと亡命している。ただし、19世紀末から始まったボヘミア地域でのカトリック改革運動は、 チェコスロバキア建国による民族意識の高揚を受けてフス派の協議への復帰とカトリックからの離脱運動へと転化し一部の聖職者によって1920年にチェコスロバキア協会が成立された同協会はフス派の後継者を自称し1971年にチェコスロバキアフス派協会と解消しているが大きな勢力ではない キリスト教諸教派の成立の概略を表す受刑図。さらに細かい分類方法と敬意があり、この図はあくまで概略である。ジョン・ウィクリフ、ヤン・フスラの運動が宗教改革の先駆けとして表現されている。フソ派内部には様々なグループが混在し生産な内部構想が行われた。ありがとうございます。